モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語30周年特別セットプレゼント。糸物語が30周年のアニバーサリーなんです。でね、特別セットっていうことで今回は飲むヨーグルト博多あまおう、食べるヨーグルトプレーン、食べるヨーグルト微糖、ミルクジャム、あまおう、いちごソースがセットになった5940円相当プレゼント。うわー、すごいよな。豪華ですね。ぜひが豪華でしかも美味しいからね。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はそうだな、こちら男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。はい、育夫さんですね。中地舞ちゃん、おはようございます。おはようございます。今年95歳になったおじの話、ちょうど10年前だから85歳の誕生日の頃から免許証を返納するようにおばから何度も何度も言われておりました。まあ85歳だったらね、まあ、通常はそうだな、個人差がやっぱりまたあったりするんだけれども、まあ、75歳からねぐらいからかなっていうふうに思いますけれども、そのたんびに頑固なおじは激怒し、俺は50年間プロのトラックドライバーだった、誰一人傷つけてない、日本で一番大きなダンプを何度も何度も陸送した、そこらの普通の年寄りと一緒にするなと取り付く島もない。でも今になれば私もおじの気持ちが分かります。おじはこの免許証を一枚で家族を養い守ってきたんです。その証としての免許証を返納するということは、これまでの自分の人生そのものがなくなってしまうような、否定されてしまうような、そんな気持ちだったんじゃないかなと思います。でもおばにしてみれば毎日毎日不安でたまらない。そこで自分の娘からの説得を試みました。実家に孫を連れて行ってやってきた娘さん、父親に時には涙を浮かべながら説得を続け、孫からもじいじお願いと言わせたそうです。おじは黙って聞いていたそうなんですが、突然立ち上がり仏壇に手を合わせると、もう暗くなるから早く帰れ。それから1週間経ったある日、その娘さんの携帯に警察署から電話。警察ですけど娘さんですよね。はい、そうですが、あの事件とか事故の連絡ではないのでご安心ください。実はお父様、本日免許証返納手続きでいらっしゃってまして、無事手続きは終わったんですが、車を運転して来られてるんで引き取りに来てください。とのこと。びっくりしてタクシーで警察に飛ばして駆けつけると、家に帰るまでよかろうもんと真っ赤な顔して警察官に文句言っている自分の父親がいて、このまま他人のふりして帰りたかったと言ってました。あっぱれ。免許証返納の直前までドライバーを貫いたおじさん、あなたは生涯プロのドライバーですよ。まあね、そういうのっていうのはね、はい、あるのかもしれませんね。まあね、みんな年齢を重ねればね、はい、やっぱりこう反射神経とか認知能力っていうのが衰えてきます、なのでね、やっぱりこう返納するっていうことが地域の安全につながるっていうことになるんでしょう、はい、ね。まあただ田舎の方とかはね、なかなかやっぱり車がないと足どうするみたいなね、そんな話もあったりだとかするわけですけれども ね、 ね、まあ免許証1枚で家族を養ってきたっていう、やっぱそういうところはね、おじさんにはあったんでしょうね。さあ、それからね、こちらも行きましょうか。年齢を重ねたって言ったらこういう話も届いてます。いい話ですよ。陽子さんです。中地舞ちゃん、おはようございます。おはようございます。
私が伝え聞いた博多の素敵な文化の話。私以前洋裁教室に通ってて、そこで言われたことなんです。80歳前後の前後のギャルたちの中にギャル80歳前後のギャルたちの中に一人だけ孫の世代の私が混ざって洋裁教室に通っていた、ある時82歳の先生から、あなたは好きな殿方はいないの？と聞かれて、殿方？とピンとこなかった私は。トイレの表示で、ああ、そういえば男性トイレは殿方って書いてあるな。あ、好きな男性と解釈しました。私はいませんと答えたところ、お年を召したギャルたちから、もうすぐ北条家があるから、好きな殿方ができたらその殿方の家に北条家で買った新生姜を持っていきます。これはすごい話ですね。とワイ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 周りのギャルたちから言われました。もうすぐ北条家があるから、好きな殿方ができたらその殿方の家に北条家で買った新生姜を持っていきなさい。北条家の新生姜といえば葉っぱ付きのどでかい新生姜、全く意味がわからなかった私は、なぜ北条家の新生姜なんですかとギャルたちに聞いたら、知らないの？と大ブーイング。ギャルたちから、好きな殿方の家に北条家で買った新生姜を持っていくのは私をもらってくださいってこと、やっしゃっしゃっしゃ。楽しそう。すごい話。私は驚いて、バレンタインデーにチョコレートあげるのと同じですかと尋ねたところ、博多はチョコじゃなくって新生姜たい。チョコより北条家の新生姜、やしゃやしゃやしゃとギャルたちみんなに言われました。自分の両親にこの北条家の新生姜の言われを知っているか聞いてみたところ、知らないとのことで、どうやら私の祖母世代、現在の80代後半以上の皆さんならわかる話のようです。現代の殿方に葉っぱ付きの新生姜の意味を理解してもらえないと思いますが、今も昔も好きな人に気持ちを伝えるという女心は一緒なんだと思います。北条家の生姜屋さんが流行らせたのかもしれませんが、素敵な風習だと思ってメッセージいたしました。新型コロナウイルスで今年も北条家がなかったんですけれども、北条家があったら主人と息子に一緒に新生姜を主人と息子と一緒に新生姜を買いに行きたいと思います、というねメッセージいただきました。なんかね、私も全然知らなかったんですけれども、どうやらまあそういう言われがあるみたいですけれどもね。まあ来年はね、北条家の前にこの話をきちんとまあしないといけないなという。まあ太宰府の人だから北条家ってわからないか。あ、一度だけ行ったことがあるんです。一回は行ったことある。あ、じゃあわかるのはわかるということですね。そうですね。以上、おもろい家族のコーナーでした。パート2はお昼12時からです。